今日もヒーリングライフスタイルのストレスセミナーへようこそお越しくださいました。今日もたくさんご参加いただいてありがとうございます。ブレイントレーナーの田中ゆかりです。今日は2月から始まったストレスセミナーの6回目です。これを知ってストレスを軽くしようというテーマなんですけど、一概にストレスと言っても皆さんが受けるものもあるんですけど、意外に自分が重くしたり作り出したりしてるものもあるんですよね。で、いろんな方にお会いするとストレスを抱えるそのパターンもあるんだなというのが分かったんです。それで今日はいっぱいいろいろあるうちの6個6つをご紹介したいと思います。ああ、私もしかしたらこんなところがあるかも、ね、そう思ったらすぐに改善できるような内容になっていますので、楽しんで最後までお付き合いいただきたいと思います。まずはストレスを抱える人たちの多いのがですね、コントロールできないこと、自分でコントロールできないことをくよくよ悩んで、どん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 ストレスを大きくしている場合が結構あります。どんなことかというと、こういうことですね。天候、皆さんの意思でどうにかなりますか？もしかしたら念力でどうにかなるかもしれませんけど、一般的にはちょっと難しいじゃないですか。それとか他人の反応、これ言ったらどう思われるかな、ね、それ他人の評価、周りの人に好かれるのかどうか、そして、まあ、世界の景気が悪いからもう、これが皆さんが、もう皆さんがまあ集中すればなんかなるかもしれませんけど、自分自身ではコントロールできないことに意外にそこに気を取られて、それをストレスに感じて不安を併発したりとかするパターンが結構多いんですよね。で、他人の評価とか周りの人に好かれるかっていうのは相手次第だから、もう皆さんがどうしようもない時もありますよ、ね、気が合う合わないもあるじゃないですか。で、人生に悩みはつきものなんですけど、本当に多いのが自分でどうにもできないことについて結構くよくよ悩んだりハマったりしていることが多いんですね。で、そんな時におすすめなのが、もし皆さんがこういうところに気を取られてるなと思ったら、この問題は本当に私にコントロールできるのか、そうやって自分に聞いてみることですね。私がコントロールできることなら改善策を考えればいいですけど、もし皆さんに、あ、これは私にはどうにもならないと思ったら、今やる自分の課題に集中して、そして自分自身をより良い方向に高めていく方がいいです。その方が幸せなんですよね。そして次、これも意外に多いんですね。まだ起きていないことを心配する。もうああなったらどうしようか、こうしようか、未来は、老後は、世界は、そうやってまだ起きていないんですけど、そのことについてずっと悩む人が多いですね。そうやって悩んだらどうですか？ストレスになります。そして皆さんの体調もどん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 悪くなって、意識も暗くなって、そして、あ、起きるのも嫌だな、でもそれまだ起きてないんですよ。起きてないことを結構私たちがそこにとらわれやすいこともありますね。で、心配というのが存在しない敵を頭の中で膨らませて戦っていることがとっても多いんです。皆さんが不安とか心配とか、最近はいろんな方から相談を受けるときも、漠然とした不安とか、ね、恐れ、それを感じる方が多いんですね。で、それ何ですかって原因を聞くと、いや、こうなったらどうしよう、ああなったらどうしよう、自分にもコントロールできないこと、そしてまだ起きてないことで、
気を取られてそこにずっと行ったら暗くなりますね。ねえ、そんな時は皆さんが、ああ未来はこうしようと自分で希望を選択することがいいです。まだ起きていないんだからね、もう起きていたらそこに解決、その問題を解決していくことが必要なんです。そこに集中して。ですけどまだ起きていないんだったら、ああ未来はこのように私は変えられるんだ、そしてこのようにするためにはどうしたらいいかな、このようにするためにこんな未来を得るために今これをやってみよう、そうやって希望を持つことをおすすめします。でもうそうすると皆さんはどうですか、瞬間あと希望に意識を向ければ、うん、皆さんの意識が明るくなって、よしやる気、それまでの暗い重いそのストレスのエネルギーが瞬間的に変わることもあれば、そんなに大きく変わらなくても少しは明るくなります。そのように未来を皆さんが明るく予測することも大事ですね。そしてこれが多いんですよ。人間関係でストレスを感じる人ものすごく多いんですね。今悩みのほとんどが人間関係から来ると言われてるんですね。職場もそうだし、家族関係もそうだし、親子関係いっぱいあります。人間と、ね、一緒に私たちは人間と一緒っていうか、もう私たち人間ですから、ね、そのたくさんの人たちの間で、まあ、生きていますけど、その中で嫌われたくない、そう思いながら人の目を気にして、そして人の意見を気にして、愛想笑いもしながら、そうしながら家に帰ったらってなって、ああもう行きたくないと、それがずっと続くとそうなってしまうんですね。でこの根底になるのが、やっぱり自分では結構気づかないことも多いんですけど、嫌われたくないな、もう誰でも嫌われたいとは思わないんですけど、嫌われたくないという思いが強くなればなるほど、自分自身を抑えて言いたいことも言えなくなって、我慢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 、そして肩は凝るし、ね、目は悪くなるし、胸は詰まるし、呼吸は苦しくなるし、そうなるんですよ。で職場で合わない人、そしてまあ気が合わない人もそうだし、避けたい人もいるんだと思うんですね。もしかしたら意見の対立で、ね、会いたくないと思う人がいるかもしれません。だいたいそんな時は意識がこう視野が狭くなって、もう私はもうこの人に嫌われたら終わりなんだ、もう、ね、会社で、いやもう嫌われたら最後なんだ、そのように視野が狭くなって、そこの中だけしか見えなくなるんですよ。なのでそんな時は、ご視聴ありがとうございます。続きが気になる方はぜひ概要欄をチェックしてください。チャンネル登録、 SNS でのシェアもよろしくお願いします。